どうも、セレストです。今日もね、ジャマイカのホットな話題、ホットなニュースを届けるホットダンスオールニュースやっていきます。で、えー、いつもはね、ブランニューを、ブランニューのニュースをね、お伝えしてるんですけど、2月はね、ちょっとレゲエ月間ということで、過去のね、偉人伝とか、えー、歴史についてね、深掘りしていこうってことで、意図的にね、そういうふうなところを多くしてます。 ただまあ、ブランニューのニュースがないかっつったら、そうじゃなくて、まあ、いくらでもあるんですよ。まあ、言ったら、今日ね、このニュースをやんなければ、ラーリーのね、あのー、彼女とのいざこざとかを話そうかなと思ったんですけど、まあね、いろんな人が見てるってことで、今回はね、ロックステディについて、その歴史について、 話していこうかなって思います。で、こういう風なね、歴史とか、まあ、過去のことを掘り返すみたいなところを言うとね、その歴史信ないとね、聞いちゃいけないのかよとかね、またそれでマウント取ってくんのかよ。いや、マウントどころかパウンドしてくんのかよってね、思う人もいるかもしんないですけど、俺は別にそういう風なね、気持ちは全くなくて、なんならね、えー、友達と風俗行こうっつってね、その風俗に詳しい友達が、 お前風俗の歴史知ってんのかとか言われたらね、めっちゃうざいじゃないですか。だから僕はね、そういう風なことはなくて、まあ、単純にね、これを楽しんでくれる人がいれば、まあ、ありがたいなってことで、僕も発信していくよってことで、まあ、自分はインプットがすごい好きなので、まあ、これを今発信してるって感じで、今回はね、ロックステディはどっから来たのか、どっから誕生したのかってところにね、 メスを入れていきます。まあ、ロックステディっていうのは、66年からね、68年の2年間っていうね、かなり短命に終わったね、まあ、音楽。まあ、音楽自体は引き継がれてるので、まあ、時代として流行った、1ジャンルとして確立されたのはこの2年間なんですよね。このロックステディについて今回はね、えー、迫っていきます。で、よく言われるのが、まあ、いろんな、 ああいう人が言ってるとかいろんな文献に書いてあるのが、その当時めちゃくちゃ熱くてね、もうちょっとテンポ下げろっていうやつがいて、それでね、えー、すごいテンポを下げた結果、スカからテンポを下げた結果、ロックステディが生まれたっていうね、あの、よくこれ使われるんですけど、これってね、似た話がめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。ま、言えば、ポテトチップスの話ですよね。 えー、ポテトチップスがない時代は、ステーキとか,とかの付け合わせに、まあ、ジャガイモを厚切りにしてポテトフライみたいのをしてたんですけど、一部の客が、もっと薄く切ってくれって言われて、恐ろしく薄く切ってあげて、出したのがポテトチップスで、それがめちゃくちゃ評判になって、ポテトチップスが広まったみたいなね。ロックセディと一緒なんですよ。だからこれはね、かなり嘘っぱちだと思うし、 言ったらスカって、ちょっとね、オーケストラ的な感じで、まあ、ドラムがね、進行してんのか、あの、リーダーがいて進行してんのか分かんないですけど、勝手にね、あの、テンポをどうの方のできるようなものでもないし、なんなら、客の人らが、あの、音を下げろって、どのくらいの音量で言ってるんだっていう話にもなってきますから、これはね、結構乱暴な話なんですよね、掘り下げていくと。 で、あともう一つ言われるのが、まあ、アルトン・エリスとかストレンジャー・コールがまあ結構言ってるんですけど、俺がレゲ、あ、俺がロック・ステディーやったよっていうね。まあ、これもね、ああ水かけ論ですよね。ヒップホップでいうトラップを俺がやったみたいなね。いや、その原型前からありますやんみたいなことにもなるし、一個人がそのジャンルを作れるってことはね、音楽に関してはまずないと思うので、そこを踏まえつつ、えー、当時の時代背景とか、 現場の話、当時現場にいたスカからロックステディに移行する、その現場を見てる人とか、その現場のね、話も踏まえつつ、今回はね、迫っていきます、ロックステディに。で、一番重要で話しておきたい,っていうのが、話しておきたいのが、リン・テイトというね、ギターリストですよね。まあ、この人は、まあ、ロックステディの話でもよく出る人なんですけど、ロックステディの、 初期の制作から深く関わってた最重要人物なんですよね。人によってはこいつがレあロックステディを作ったっていう人もかなりいます。で、この人はね、アメリカのソウルがすごい好きで、まあ、深くね、そのソウルに影響を受けてたと。まあ、ロックステディっていうのはジャマイカのソウルですよね。 で、ある時、ホプトン・ルイス。まあ、ホプトン・ルイスっていうのがね、これまたね、あのー、あまり名前聞かない人なんですけど、本当に重要人物。この人が、ある曲を制作してる時に、まあ、リンテートがね、ギターを弾いてたわけですよ。で、このホプトン・ルイスとスカが相性が悪いと。うん。まあ、一説によると、ホプトン・ルイスがスカのこのビートについていけない。 それでリンテートがアレンジを加えて、えーまあ、ビートを下げてった結果、アレンジとビートの下げによって、このロックステディの、最初のロックステディの曲と言われてますね。Take It Easy という曲ができます。これはね、本当に、あの、ジャマイカの音楽史上一番発明的な、もう革命、爆発的な曲だと思います。ただね、あのー、 よく言われるのが、アルトン・エルスの Girls I've g o t デ a Date。これがね、初めてのロックステディの曲だってよく言われるんですけど、なぜ、えー、この何曲も初めてのロックステディの曲がこれだって言われるのか。まあ、他で言うとね、えー、デリック・モーガンのね、タバーザン・タフとかね、もう言われるんですけど、この3曲全部リンテートが絡んでます。だから、 えー、言われるんですよね。アルトンエリスがソウルの歌声にマッチするから甘い、甘い歌詞と甘い歌声がある、あるから、みたいな感じで、じゃあ、あの、アルトンエリスがロックステディっていうのを作ったもんだな、みたいな感じで勘違いしがちなんですけど、リンテートなんですね、実は。それが裏にいると。で、また、同時期にロイ・シャーリーのホールド・ゼム っていう曲があるんですけど、これもね、ロックステディ調なんですよ。で、これが何、なぜ生まれたかっていうと、これはね、演奏者が、演奏側がスカについていけないってことで、ね、まあ苦手だったのかな。まあ緩めて、まあ、当然、それに加えてアレンジも加えるってことで、ロックステディに近づいたと。まあ、まあ一緒ですよね。えー、認定とと。まあそういう風な、 生きつがありので、まあ、このテイクイットイージーっていうのは大成功を収めますから、大成功を収めた音楽っていうのは模倣したものが流行ると。まあ、今の音楽でも変わらないですよね。それによってロックステディが広まったと。あのリズムが広まったと。まあ、そういう形ですよね。簡潔に言うと。で、じゃあ時代背景どうだったかっていうと、 スカっていうのが一世を風靡して、あっちもスカ、こっちもスカ。じゃあ俺らは新しいの作るぞ。新しい団体作るぞって、もう乱立してたんですよね。でも一つ問題があった。これはね、僕も気づかなかった問題で目から鱗が出たんですけど、スカっていうのはコストがすごいかかるんですよ。まあ、言ったら、さっきも言ったけど、ちっちゃいオーケストラみたいな感じですよね。管楽器も使って、 いろんな演奏者がいて、いろんな楽器を持ってると。これってめっちゃコストのかかることなんですよ。で、当時、予算がない奴らはどうしてたかっていうと、諦めざる得ないとか、まあ、あのー、シックアップして、あのー、材料を集めるとか、そういうことをしてたんですけど、あのー、まあ、これ今でも同じなんですけど、 ピアノからね、電子オルガンになるとか、まあ、どんどんコストが下がってくるんですよね。それによって、あ、あ、俺もスカのバンドには入ってないけど演奏できるぜみたいなやつもできたりして、まあ、スカっていう形がどんどん変わり始めた。で、アメリカでも南部の方っていうのは結構貧しいんですけど、結構ね、トロンボンとか漢楽器とか、マーチングバンドが盛んなんですよ。で、貧しいのになんでそういう高級な楽器を持てるかっていうと、 やっぱりね、あの、軍とか、そういうふうな団体が、パレードとかで使う、楽器として、そういうふうなのが、あの、あるから、それを、えー、ものすごい昔のとかを、安く引き取って、それを黒人が使ってたっていう歴史があるみたいなんで、まあ、スカとかっていうのは、やっぱコストがかかると。それによってね、やっぱり、できるできないが、関わってくるし、じゃあ、 アメリカは当時どうだったのか。要するにスカーが始まる前は、アメリカの音楽がかかってたわけで、当然アメリカの音楽っていうのは影響力がものすごいです、ジャマイカに。それは今でも昔でもそうです。で、アメリカもブギュウギっていう早いテンポからメローなものになるんですね。で、ロックセディっていうのはソウルじゃないですか。で、ソウルの ほとんどカバーなんですよね、アメリカの。そことも,もう密接してるので、アメリカの、アメリカがそういう流れを組んだから、ジャマイカがそういう流れを組むっていうのも自然な流れなんですよね。で、これ、誰かがね、これにメスを入れてないか、誰かがなんか発信してないかって調べたんですよ。そしたらね、えー、見つかりました。バイロン・リーがその当時、北米の 音楽。まあ、要するにスローなソウルみたいな感じの音楽をジャマイカの音楽に取り入れたいとしてインタビューで語っていたんですね。だから、えー、人為的なものもあったし、えー、リンテートみたいな、あのー、制作の段階で、だったらこうしようかみたいのも相まって、このロックステディが生まれたっていう感じで、ホットダンスオールニュースはね、ちょっとね、あのー、 決定づけたいいと思いますただね、これあくまでも予想とかも入ってるので予想とかっていうかまあ予想インタビューとかは本当だと思うんですけど本当のことはもう誰にもわからないなので何を信じるか信じないかはあなた次第ってことで、まあ、僕もねあのネットだけじゃなくてイギリスとかアメリカのレゲエ雑誌とかすごい集めるのが趣味でいろんな文献見てますただあの ポルトガルとかスペイン語とかドイツ語とかフランス語は喋れないんでそこら辺の文献はね、あの、わかんないんですけど、まあ、かなりいろんな文献を見てるので、それをいっぱい見た中での僕の、僕なりの結論です。で、かなり時間かかってこれは、あの、結論付けたってことで、まあ、これが、い、一個の説としてね、まあ、ちょっと捉えていただきたいなってことで、今回はね、ロックステディ誕生の秘密について、ええー、 これで終わろうかなって思います。まあコメントとね、高評価よろしくお願いします。ということで、さよなら。